おおははよよううごござざいいまますすすす武田哲也でで水谷香菜です昨日は思わずちょっと時間の関係で切り上げてしまいました、はいえー、岡清博士が本の中で書き記した中国のことわざを皆さんにご紹介したいと思いますがこれねいい言葉だなと思ったな老僧、はい、思想なのかな思想的にはね、うん、大徳は生死を生死に任す、えー、漢字で書きますと大きな徳、はい、大きな徳は 生きる死ぬを生きる死ぬに任す、うん、任しているこれいいねそれはどういう意味ですか自然でいろってことですかそういうことですあ,<ー>あのまあいろんな考え方があってね、はい、あのもう私ども,ももう間もなく就活を開始しなければならん年でありますけどもでもあの細やかにねあのまあ葬儀の,あ,のあれとかねいろいろ計画とか自分で立てるのは見事なもんですよだけど あの基本的に生き物として、まあ、生死生き,生きる死ぬは生きる死ぬに任せておきましょうよっていう,うん,なんかナチュラルでいいですな、はい、大きな徳大徳は生死を生死に任すっていうのは、はい、なんか素敵な一言だなと思います。はい、えいうのは岡清春先生の」の、えー、本でありますけども途中からねえー、老博士はその。 不思議なことを語り始めるんだ。ええ、これがね、なんとなく俺気に入ったんだ。うん。ところで、私は日本人の起源というものに私なりに想像を持っておる。神話や伝説の時代についてまだはっきりしたことは現在わかってはいないから、どんな風に想像するのも勝手だろう。天の岩戸の神話は児童天皇の頃を作ったもので、児童天皇が女帝だったので主人公が女神になったと。なんかそんな風に私は考えておる。 人類の歴史は50万年以上も前の北京原人、ジャワ原人に始まると言われるが、人間らしい感情が初めて生まれたのは1万年くらい前らしい。はい、で、博士曰くであります。思い切って大きく想像の羽を広げれば、日本民族は1万年くらい前は、実は、黄河の上流に位置していたのではないかと、そんな気がしている。それは、 信濃古代の上層が我々に実にぴったり来るからだこれは面白い発想しますね日本人っていうのはもともと黄河の上流の方にいたんじゃないかっていう日本人がうん、はあ、というのは中国史における古代と日本人が今持っている習慣が 妙に似てるのよちょうど今武田さんそこを勉強してんけど今ほら漢字勉強してるでしょ、ええ、ものすごく似てるんですよ、はい、今の中国の人にちっとも似てない人間が中華の歴史の中にいるんです、はい、そのことをねこの岡清博士が言っとるんだなでこの博士はねどんなこと言ってるかっていうとその後ね 黄河の,の中流域からその下流に下ればまっすぐ日本に来れたのに何かの事情があってそう川に沿って降りてこそ逆さに回って日本にたどり着いたのが日本人じゃないかっていう、うんえー、中国の中原から西へペルシャインドを経て海へそこからインドシナ半島を経て北上の果て 日本の島々、ジャポネシアに到着した民族。それが日本人になったのではないか。って言ってる、はい。はい。これ何だと思うなんでこんなこと言うと思うこっからが面白いんだこの博士。なんでこんな、うんそのイマジネーションをね、自分は得たかというと、この岡博士自身が旅行なさってそう思った。1929年、陽光の際。 シンガポールで船を降りたところ、砂浜、あの浜辺、ヤシの木、日本の神社の原型のような民家がずらーっとシンガポールの浜辺に並んでおった。私はね、その景色を見ているうちに、たまらなくその景色が懐かしくなったのだよ。うん それはただの懐かしさではなく異常な程度の強い懐かしさであったその時以来私は日本民族が南方から来たものであることを疑わないこれは面白いねはいかなさんはこういう思いないたまにこう心臓がフツフツする。うん ことはあります異国の風景に触れて、その風景が初めてなのに懐かしいという。あれが懐かしいなのかな、じゃあ。なんでしょうかね、あの、変な感じで。やめてください、その、ちぐさを揉むなやめてください。揉んではいないでしょ、実は胸を触って。ちいめてごめんなさい。それ、どこでしたえ、ハワイ。だ、だろハワイ。なんでハワイってあんな懐かしいんだろうなえ、哲也ゃんでもそうですか俺もそう思う。 いや私ちょっとそれはハワイはミーハーかなって思って、今、ちょっとためらっていたんですけれども、うん、なんかすごい懐かしい感じがハワイとか、はい、からグアム・サイパンあたりで、突き、はい、上げるように夕暮れ時に懐かしさが夕暮れ時です、ええー、あれっていう、あれは懐かしいって気持ちなんですかね、俺のふるさとに似てるとかって。 な、なんですかねあの、変な感情あります。あまあ、そういう思いを岡清先生は、はい、実はその、心理の奥、心理の手触りは、懐かしさであるとおっしゃってるという。うそう思いますと、まんざらでもないですな。はい。ああ、この続きまた明日のまだ下の上で。